札幌ドームです。ベースボールファンの皆さん、こんにちは。北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズデーゲームの模様をお送りしてまいります。解説席には達川光男さん、西崎幸弘さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてベンチの様子を伝えてくれるリポーターです。はい、こんにちは。我々二人で旬な情報をベンチ裏からスタンドからお伝えいたします。どうぞお楽しみに。はい、楽しいリポートお願いします。さあ、いよいよプレイボールまであとわずかです。さあ、今日の先発のマウン、金沢マリーンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。威力たっぷりのまっすぐを軸に、熱いハートで勝利に結実するピッチングを展開。心強きジャンボ右腕、金沢武人、花、その言葉がこの男には最も似合う。大舞台になるほど輝きを増す、まさしくスーパースター、西岡剛。昨シーズンの成績出ていましたが3割です。そして本塁打の数も3となっています。最初の1球は何か。初球は変化球から入りました。ワンナッシングです。西岡、すでにプロ入りから6年目となりました。2球目はどう攻める。外いっぱい決まった。コーナーを攻めるっていうのが出てますからね。はい、でも今日のピッチングは期待したくなりますよね。はい、その通りですね。さあ、外してくるのか。外、外ときました。丁寧なピッチングを見せています。次の4球目、真ん中打って左への打球です。一塁送球、西岡サードゴロに終わりました。劇場あふれるプレーで敵に立ち向かい、チームを鼓舞する炎の男、負けてたまるか、早川大輔。1投目はどうでしょう。最初は見ていきます。この球は外しています。さあ、マリーンズ今日はどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。2球目、これも変化球でした。ボールカウントノーツー。この回はワンアウトになっています。次が3球目、低めに入りました。ワンエンドツーになりました。まずはワンアウトを取っています。バッティングカウントになった。ボールのようです。ワンエンドスリーになっています。バッター早川、さあ何を見せるか。今度はストレートを持ってきました。今のは厳しいかなって思いますけどもね。はい、このコースに来ていれば簡単には打たれないですよね。ええ、その通りですよね。さあ、ツースリーになった。さあ、この打球は低い当たりになった。さあ、ライトへ。この打球の行方は、あっと落ちた。ワンバウンドヒット。早川、ライトへのヒットが出ました。ヒットの一本一本、プレーの一つ一つ、それら全てがファンへの、地元への恩返し。千葉の顔として今日も打席に立つ福浦和也。第1球、初球外に来ました。カウントワンストライク、ノーボールです。なおもワンアウトです。さあ、牽制、初回からヒットを許しています。さあ、2球目、投球ストライク、これはセーフ、スチール成功です。でもこの足があればね、チームは助かりますよね。今の盗塁もう一度見てみましょう。このスチールを攻撃に生かすことはできるんでしょうか。キャッチャーの要求は、今度はまっすぐできました。ボールにしてきました。これも牽制、二塁はセーフです。さあ、次の4球目は、これも痛烈な当たり、ファーストが取ります。一塁はアウトになります。福浦、ファーストゴロに終わっています。広い守備範囲に正確無比な返球で何度もピンチを防ぎ、チャンスに強い打撃で打線の軸として君臨する攻守の要、サブロー。ツーアウトになっています。1投目、初球ボール、ノーワン。マウンドは先発ピッチャー金沢。2投目はストライク、外へ2つ続けました。
先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割6分9厘のアベレージ、そして打点の数も68となっています。バッター見送りました。このボールは見送るのが精一杯。次が4球目。変化球打ちました。1、2塁間です。今サードランナーがホームイン。1対0、1点先制します。初回から主導権を取っていきます。投手陣を引っ張る思いやり、ここ一番で決めてくる勝負強さ、これがキャプテンの仕事だ。里崎智也、キャプさあマリーンズ、さあ先制のタイムリーヒットが出ています。第1球はストレート打ちました。右への打球です。抑えた。そのままキャンバスに入ってスリーアウトチェンジ。1回の表が終了。マリーンズ1対0リードを取りました。そしてマリーンズの先発ピッチャー清水直之、さあどんなピッチングを見せるのか。チームの苦難の時期を支えてきた男が今この逆境に立ち上がる。勝利は託した。清水直之、高度な身体能力が支えるスピードあふれる走攻守、試合内外のパフォーマンスでスタンドを沸かせるリードオフマン森本ひちょり。初球です。最初は外に持ってきました。ワンストライク。森本、今年で10年選手の仲間入りをしています。どこに構えるか。変化球、これは空を切ります。まあ思わずね、振ってしまったというところでしょうね。ええ、ピッチャーを助けたスイングになりました。遊び球あるのか。ガッといい当たり、ピッチャーの横、センターの前、ヒットになりました。ヒットになります。森本、センターへのヒットが出ました。天才的打撃センスでこなすつなぎの打撃にチャンスメイク、堅守堅打の脇役では収まらない野球センスの塊、田中健介。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割5分5厘のアベル。バントしました。取りました。ファーストへ。この送りバントは安心して見ていられました。バントできましたか。はい、ランナーを確実に進めました。35歳にして初の首位打者を奪った勝負強い打撃、抑止力抜群の強肩。人間はいくつになっても成長できると教えてくれる男、稲葉敦則。いい当たり、初球からいった。これはセカンドになります。一塁楽々アウトです。西垣さんにお聞きしますが、アウトを取りましたが、今のボールは。そうですね、フォークじゃないですか。ああ、フォークですか。ファイターズ打線を救うべく強力な助っ人が登場。北の大地にスレッジハンマーをぶちかませ、ターメルスレッジ。外から攻めていきます。ボールカウントワンストライク。バッタースレッジ、2球目はどうか。変化球できました。フォークで追い込んでいます。さあここはどうリードするんでしょうか。変化球です。ここは1球外します。次の4球目、これはそれました。2エンド2になりました。さあ5球目、ここは見ます。2、3です。これはどうだ。フォアボールです。フォアボールのランナーを許します。中軸も担えるパワフルな打撃、着実な進歩を遂げるリード、ディフェンスも光る攻撃型捕手高橋慎二。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割5分5厘のアベレージ、そして当てただけのバッティング、無得点に終わりそうです。取りました。スリーアウトチェンジ。1回の表裏終了。ファイターズ2アウト3塁1塁のチャンスから得点にはつながりませんでした。劣勢の状況もたった一振りでなぎ払う。今日も幕張の空に花火を打ち上げるぞ。フリオーズレータ。すでに1点を許しています。さあ最初の1球、まずは初球見送りました。ワンボールになりました。いやー西崎さん、先ほど初回のピッチングはいかがでしょう。このイニングをしっかり抑えてゲームを作り直したいですよね。はい、
しかしこの後をしっかり抑えればまだまだこのゲーム分かりません。直球で決めました。ワンエンドワン。初回からの失点、苦しいスタートとなっています。さあ第3球、わずかに外れてワンツー、ワンエンドツーになっています。得点差わずか1点、マリーンズがリードしています。さあバッティングカウント、大きな当たり、大きな当たり、この打球は距離は十分だが、ああポールの左に切れていきました。次が5球目、鋭い当たり、サードへの当たり、取った、一塁に送ります。ファースト取って、これはアウトです。左方向を意識したバッティングをマスターして大きく成長した昨年、今年は三冠王に向けて大きく飛躍する年だ。大松翔一、最初のボールは1球目は空振りです。ワンラッシングです。バッター大松、さあ第2球、これも強い当たりだ、打球はセカンドへ、取りました、ファーストへ、大松セカンドゴロに終わっています。共に戦う仲間の姿にこのバットで応えてみせる真の戦士、ホセオーティズ。先頭打者は内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。何から持ってくるか。初球膝元インコースに来ました、わずかに入りません。8番バッターオーティズ、どう攻めるのか。ちょっとボールが沈みましたが、ライン際の当たり切れるか、一塁送球、これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあファイターズ、この後6番から始まります。豪快な長打力と器用な守備力でブレイク、パンチ力に一層の磨きをかけるパワフルスラッガー小屋の栄一。初回ヒットを打たれましたが0点に抑えています。1投目はどうでしょう。初球スライダーで入りました。西崎さん、今日のピッチングを見てどうですか。そうですね、スライダーがいいと思いますけどもね。はい、今日はスライダーにキレがあります。6番バッター小屋の次の第2球、これはストレート、ボールカウント2ストライク。追い込んだが、低いボール、これはセカンドになります。取った、ファーストへ送ります。一塁、これはアウト。小屋のセカンドゴロに倒れました。高校通算87本塁打の大記録を引っ提げ、プロでは打者1本でホームラン世界記録に挑戦。空前絶後の怪物北の大地に降臨、中田翔。どこから行く。最初のボールを決めました。ボールカウント1ストライク。バッターは DH 中田、どう攻めるのか。低めのボール球を打っていった、右方向へ、ファースト抑えましたがこれはファウルボール。次のボール注目しましょう。3球で決まった、スライダーにバットが空を切りました。スイングアウトの三振のシーンです。50メートル5秒台のスピードをフル活用、攻撃では大きな得点源となり、守備では得点の厚き壁となる球界屈指の快速外野手工藤貴人。バッターは8番工藤、まず初球、その初球は外のボール、ボールカウントノーワン。先頭バッターは内野ゴロ、その後三振を取っています。第2球、高めのボール打った、左へ、取りました、一塁へ、一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。2回の裏を終了、ファイターズ3人で攻撃を終了しています。ムードメーカーとして打線をつなぐこの男がマリーンズを支える。今日も素敵な笑顔を見せてくれ、今江俊明。このゲームは札幌ドームから実況生中継でお送りしています。どこから行くか。最初は内から入りました、ワンストライク。
昨年の数字が出ていましたが、2割4分9厘のアベレージ、そして打点の数は42となっています。低めインコース、2ストライクノーボール。さあバッターはどうする。打った、打球はセカンドへ、セカンドが抑えます。一塁に送ります。ファースト取って、これはアウトです。ここで打順が一巡します。西岡、さあ初球です。初球わずかに外れてボール、ワンボールになりました。ここまで1点を与えています。2球目はどうか。この変化球は枠の外、今度も落としてきました。1対0、マリーンズがリードしています。3投目決まりました。ワンツー。初回の第1打席、サードゴロに終わっています。バッティングカウントになった。ここは落とします。やはり配球が外外って感じがするんですけども、はい、外中心のピッチングになっています。さあ何を見せるか。見逃し三振、最後はバットを出しませんでした。そして次の2番早川、左のバッターボックスに入りました。最初の1球は何か。初球から際どいコースをついてきます。カウントワンストライクノーボールです。初回の最初の打席、ライトへのシングルヒットを放っています。2投目は変化球は入りません。いきなり2つ落としてきました。早川、今日は1回塁に出ています。さあ3投目、外のボール球振っていきました。シュートで追い込んでいます。さあ4投目、三振、スリーアウトチェンジ。ボールを捉えられませんでした。空振り三振に仕留めた場面、そのリプレイです。3回の表が終了、マリーンズこの回も3人で攻撃が終了しています。配球の読みを生かした打撃と指折りの安定感を誇る守備、職人肌の講師で献身的に貢献する円熟のいぶし銀、金子誠。初球はどうか。最初は外に持ってきました。ノーワン。攻撃中のファイターズ、このゲームの残塁の数が2となっています。2球目です。あーっと打ちました。取ってワンアウトになりました。金子セカンドライナーに倒れました。この回打順が一巡してきました。森本、3回裏ワンアウト、最初のボールは初球コーナーをついてきました。ワンストライク。バッター森本、第2球カーブが決まります。西崎さんにお聞きしますが、今日のピッチングはどうですか。はい、いいカーブ来てますよね。はい、いいカーブが来ています。さあ勝負か、どうする。低め落ちました。打球は左へ。さあ4球目、ストレートをセカンド後方へ。さあ前に出ます。あっとライトの前に落ちた。ランナーが出る、ライトへのヒットになりました。さあランナーが出ました。田中健介、福岡県出身、ヒットのランナーを許しています。さあ1球目、まずは初球ストライク、カウントワンストライクノーボールです。1回の打席、きっちりと送りバントを決めています。空振りです。ボールカウント2ストライク。キャッチャーの要求は、これはボールです。ここは外してきました。次が4球目、行きました。右へ。
取りました。これで2アウト。田中ライトフライに終わりました。そして打順が変わります。稲葉、左のバッターボックスです。これが2回目のバッターボックス。タッチしてアウト。一塁牽制はアウト。今のはね、いい牽制したと思いますよ。3回を終了。ファイターズ得点はなりませんでした。4回の表、マリーンズの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。福浦、4回表ノーアウトです。何を投げてくるか。最初は高め、今のは反応できませんでした。ここまでのマリーンズ、ヒットは2本、そして1点を入れています。マリーンズがリードしています。外、これは外れていきます。カウント1エンド1。3番バッター福浦、3投目、慎重にコーナーをついてきます。ワンエンド2になっています。今日の3回までのピッチング、許したヒットが2本、失点は1という成績です。バッティングカウントになったが、ストレート、平行カウント、2エンド2。さあ5球目、あっと痛烈な当たり、ピッチャー返し、センター返し、きれいに抜けていきました。さあヒットになった。福浦、初めてのヒットが出ました。そして次のバッターを迎えます。サブロー、4回表ノーアウトです。どこから行く。ランナースタートした、抜けた、間をきれいに破りました。ファーストランナー2塁を回った。さあヒットが出ました。サブロー、ライトへの打球はヒットになりました。さあ塁上が埋まってきました。里崎、ワンヒットで追加点もあり得ます。さあ返せるか。今日2回目のバッターボックス、初球はどうでしょうか。あっと低め打って、おあつらい向きのゲッツーコース、一塁転送。これはこれで2アウト、ランナー3塁に変わりました。ここで打順は DH へ回ります。ズレータ、そのバッターボックスとなります。スコアリングポジションにランナーを置いてね。でホームランバッターですよ。はい、ここでスタンドまで運んでいけるんでしょうか。初球は手を出しません。ワンストライク。バッターは DH、 ズレータ。2球目はどう攻める。あっといい当たり、これは低い当たり、ワンバウンド落ちた、落ちました。ワンランナーがホームベースを踏みました。2対0、レフトへのタイムリーヒット、追加点が入ります。リードは2点差になりました。そして次の7番大松、左ボックスに入りました。さあマリーンズ、さあタイムリーヒットで1点を追加しています。これは外れました。ストライク狙ってきたんでしょうか。なおも2アウトです。さあ次のボールは、さあファーストランナーがスタート、ファウルです。一塁線はファウルになります。さあ第3球、この変化球はバットが合いません。ここは追い込んでいます。さあ4投目、これもいい当たりだ、これはファーストになります。さあファイターズ、この後クリーンアップの登場です。4回の裏、ファイターズの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。稲葉、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。まずは見送りました。さあ西崎さんにお聞きしましょう。今日のピッチングを見てどうですか。やはりストレートが抜群にいいですよね。なるほど、ストレートに力があります。いや西崎さん、この序盤のピッチングどうでしたか。いい感じでね、序盤来てますから。ですね、ここまではナイスピッチングと言っていいでしょう。これは2球ともインコースを攻めています。この3球目はどうする。低めの球、この球は外しています。次が4球目、ボールになります。ツーツー。さあ何を見せるか。強い当たり、打球はライトへ、鋭い打球です。稲葉、ライトフライに倒れました。次のバッターです、スレッジ。さあどこから来るか。初球は低めから来ました。カウント1ストライク、ノーボールです。
ワンアウトになっています。2球目です。これは変化球、シュートで追い込みました。次はどんなボールを持ってくるか。今度はストレートを持ってきました。2エンド1。さあ次の4球目は詰まっています。三遊間です。抑えた。一塁へ。一塁、これはアウトになります。そして次の5番高橋、右バッターボックスに入ります。第1球は初球は手を出しません。ワンナッシングです。今日は4回途中までを投げて打たれたヒットが2本、失点なしのマウンドです。さあ次はどこへ行くか。カーブを投げてきました。平行カウント、ワンエンドワン。5番バッター高橋、さあ3投目。変化球持ってきました。今のようなね、ボールに手出したらいけないですよ。はい、ここはボール球で空振りを取りました。さあ4投目、これは強烈な当たり、サードへの打球。カウントはそのまま2エンド1。これは外れた。これは釣り球、引っかかりません。さあどういくか。あっといい当たり、打ち上げてレフト。さあ守備がもたついている。ツーアウトからのランナーを出します。高橋、最初のヒットが出ました。そして次のバッターとなります小屋、右の打席です。第1球です。最初はカーブから来ました。ノーワンです。この回ヒットを打たれています。さあ2球目は狙っていって空振りです。2球高めを続けました。この回2アウトまでは簡単に来ました。しかしその後ヒットを打たれました。3球目はどうする。変化球を打っていった。これはセカンド後方か。取りました。これで3アウトチェンジ。さて試合は2点差のまま5回へと進めてまいります。5回の表、マリーンズの攻撃、8番からの打順になります。オーティズ、1投目はどうでしょう。最初は見ていきます。ここは外してきました。この試合許したヒットの数が5となっています。2投目、スライダーできました。ワンエンドワンになりました。西崎さんにお伺いしましょう。点を失ったすぐ後のピッチングですが、まあ打線が抑えられてますからね、これ以上の失点はできないですね。はい、立ち直りを見せたいこの回のマウンドです。これも落としてきた。カウント1エンド2。ここまでのマリーンズ、ヒットは5本、そして2点を入れています。一方のファイターズ、ヒットが3本、まだ得点がありません。マリーンズがリードしています。入りました。平行カウント2エンド2。さあ5球目、わずかに外れて2-3。結構低めが多いと思うんですけども。はい、低めに投げてきました。フルカウントからの6球目、あっとこれはいい当たり、サードへの当たり。一塁送球、一塁、これは十分間に合います。アウトです。バッター今江、第1球は初球から打って、これはセカンドの上、セカンド交代します。前セカンドフライに終わりました。打順がトップに帰ってきます。西岡、左の打席です。初球です。初球見送っていきます。1球外しました。さあ3回目のバッターボックス、どう攻めるのか。スライダー決まりました。ワンエンドワンです。
3回の2打席目見逃しの三振に終わっています。3投目ここはまっすぐ、これは外に3つ持ってきました。さあ第4球低いボール、セカンドが取ります。一塁へ送ります。一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。さあファイター、この後 DH から始まります。5回の裏ファイターズの攻撃、対しますこの回の先頭中田、右の打席に入りました。まずどこに構えるか。1球目狙っていって当たりません。ワンストライクです。7番指名打者中田、奪った三振の数が1となっています。2球目はどうか。ここはスライダーできました。これで2ストライクと追い込みました。3球で決めてくるか。あっと3球三振、ボール球を振ってしまいました。次のバッターはどうでしょうか。工藤、最初のボールはレフト工藤、その初球ボールから入りました。ワンボールになりました。まず先頭バッターから三振を奪っています。第2球この球は落としましたが決まりません。ボールの後もボール。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ3球目はどうか。低めいっぱいに決まります。さあ西崎さん、今日のピッチングはどうですか。今のスライダーもいいと思いますけどもね。今日のゲーム打たれたヒットの数が3となっています。さあバッター有利か。これはまっすぐ、ツーツーです。次が5球目、わずかに外れて 2-3、 この誘いには乗りません。 2-3 からの6球目、低め打って低い打球になりました。あっと落ちた、落ちたレフトの前。さあヒットが飛び出した。西崎さん、今打たれた球種は何でしょうか。はい、フォークボールですよ。はい、フォークですか。ヒットでランナーを出しています。さあ初球は変化球は当たりません。ワンストライク。今日2回目のバッターボックス、2球目です。打った、右へ行った。あっとライトの前に落ちた。セカンドが中継、ヒットになった。金子、ライトへのヒットが出ました。そして次のバッターを迎えます。森本、得点圏でのバッティングはどうでしょうか。今日は5回途中までを投げて許したヒットが5本、この回2本打たれています。初球はカーブから入りました。カウントノーワン。この試合ファーボールの数が1となっています。第2球はどうか。しかしこれはボールになります。外へ2球持っていきました。この回ヒットを2本打たれています。3投目、あっと強い当たり、セカンドランナー3塁を蹴った。これでこの回3本目のヒット。ああ、セカンドランナーがホームインしました。タイムリーツーベースヒット、2対1、センターへのタイムリーヒット。そして2番田中、さあバッターボックスです。これ逆転のチャンスですからね。はい、ここで低めのボールを打って低い当たりになった。ファウルになります。ここまで1点を失っています。さあ次のボールは、あっと今度は外、カウント1&1。この前の打席はいい当たりだったんですがライトフライに終わっています。次が3球目、インコース外れて1-2、ワンエンド2になりました。同点のランナーが3塁、そして逆転のランナーが2塁というこの攻撃です。さあこれは抜けるか。セカンドランナーも帰れます。セカンドが抑えます。3塁ランナーが今ホームイン。2対2追いつきました、ファイターズ。ここで同点にしています。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。
してクリーンナップという場面、稲葉、その注目のバッターボックスです。ちょっとね、ここでホームランありそうな予感するんですがね。はい、ここは一発のある怖いバッターを迎えています。まず最初のボールを決めていきました。このコントロールです。まだワンアウトです。さあ次はどう攻めるか。今度はインコースに持ってきました。ボールカウント1エンド1。この回同点を許しています。3球目はどうする。あっと、わずかに外、ワンストライクツーボール。次が今日の70球目。さあバッティングカウント。あっと、今度は変化球、ツーエンド2になりました。さあ何を見せるか。あっと、ボールです。カウント2-3。さあフルカウントになった。あっと、打ちました。打球はショートの前。あっと、抜けた、抜けていきます。ファーストランナーは二塁です。二塁ストップです。3対2、逆転成功ファイターズ、初めてリードを取りました。そして打順が変わります。スレッジ、ランナー返せば追加点というこのバッターボックスです。さあ第1球、あっと、ゴロになった。これはゲッツーコース、二塁へ送ります。一塁転送、アウト、一塁マウントゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。今のシーンもう一度見てみましょうか。ゲームは5回まで終了しています。ファイターズ3対2、ゲームをひっくり返しました。ファイターズ2番手ピッチャーを送ります。坂本、1点リードの場面でマウンドに上がります。マリーンズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。冒頭スライダーの切れ味が増すことに勝利への貢献度が高まる勝負の年だ、坂本彌太郎。ここまでのマリーンズ、打ったヒットが5本、そして2得点です。一方のファイターズ、ヒットが7本、3得点という今日のゲームです。ファイターズがリードしています。まずはインコース、この球は外しています。3回の第2打席、スイングアウトの三振に倒れています。次のボールは内へ、ノーツーです。早川、一度の出塁がありました今日のゲームです。さあ次の3球目、ストライクが入りました。内をしつこく攻めます。バッター早川、バッティングカウントになった、決めてきました。ツーストライクツーボール。さあ5球目、いい当たり、しかしファウルになります。2エンド2、カウントはそのまま。あっと、これはいい当たりだ、取った。強い当たりでしたがセカンドゴロです。一塁、これはアウト。早川、セカンドゴロに終わっています。そしてクリーンナップへと続きます。福浦、左のバッターボックスです。最初の1球は成田、最初は見ていきます。ワンナッシングです。クーラ、ここまで出塁は1回という内容です。第2球はどういく。大きく外れました。ワンストライクワンボール。4回の2打席目、センターへのシングルヒットを記録しています。3球目、遠いところにバットを出しました。スライダーで追い込んでいます。さあ4投目、この変化球は入りません。ツーツー。さあ何を見せるか。低め、今のよく見ましたね。はい、しっかりと見ました。さあ2エンド3、ファーボール、ファーボールです。ここは歩かせました。そして次のバッターを迎えます。サブロー、右バッターボックスに入ります。さあ初球です。まず変化球を見せてきました。カウントワンストライクノーボールです。フォアボールでランナーを出しています。あっと、打った。1、2塁間はどうだ。ファーストランナーセカンドベースを蹴った、ヒットになった。3打席連続のヒット。サブロー、ライトへのヒットを放ちました。ここで打順は5番に回ります。里崎、さあ同点のチャンス、その一振りで追いつけるんでしょうか。ヒットのランナーを許しています。
さあ1投目、鋭い打球、初球捉えました。バッターは5番里崎、2球目です。これはカットボールでしょうか。ワンエンドワン。これが3回目のバッターボックス。さあ3投目、外外への変化球。さあ2ストライク、追い込みました。さあ4球目、低め打ちました。打球はピッチャーの横、取って一塁手走、これは一塁もアウトでスリーアウト、ダブルプレーに仕留めました。また併殺で切り抜けましたね。はい、今の併殺が2つ目ということになります。さあファイター、次の攻撃は5番からということになります。マリーン、ここで2番手ピッチャーにスイッチします。高木、1点リードされた場面での登板となります。さあそのピッチングはどうか。ベテランと呼ばれるようになってもストレートの威力はまだまだ衰えちゃいない。投げられる限り投げ続ける歴史の証人高木浩二。最初から際どいコースを狙ってきました。いいところへ決めてきます。さあ3回目の打席、2球目はどうか。あっといい当たり、ピッチャー強襲、あっと破った、綺麗に破りました。ノーアウトからランナーを出します。高橋、今のがこの試合2本目のヒット。さあ打順は6番となりました。小山、ノーアウトランナー1塁です。1投目送ります。ファーストが抑えます。1塁に送ります。これでワンアウトです。そして次は DH 中田。この回はワンアウトになっています。最初の1球は何か。初球は際どいところに来ました。ノーストライクワンボール。ワンアウトランナー二塁です。さあ辰川さん、ファイターズはどんな展開に。打った、これはセカンドになります。抑えた、一塁送球、一塁アウト、アウトです。そして8番工藤、そのバッターボックスとなります。いい状況がね作れましたからね。はい、ストレート左への打球です。レフトの前に落ちます。ワンバウンドヒット。今サードランナーがホームイン。4回にセンターへのタイムリー。1点を追加、2点のリードに変わりました。そして打順が変わります。金子誠ファイターズ。さあセンターへのタイムリーヒットが出ています。最初は変化球できました。ボールカウントワンストライク。依然ツーアウトです。どう攻めるのか。アウトコース、これも外目に行きました。5回の2打席目、ライトへのヒットを打っています。さあ3球目、入りました。これで2ストライクと追い込みました。次の4球目、これはボールになります。2-2です。さあ5球目、わっとバッター危ない、滑った感じでしょうか。フルカウントからの6球目、この球は外れてフォアボール。今日好調のバッターの前でピンチを広げます。そして次のバッターとなります。森本、6回裏2アウトです。自ら得点圏にランナーを進めています。まずは落としてきました。ワンストライクです。すでに1点を失っています。さあ次のボールはカーブできました。2ストライクノーボール。追い込んだが外、外れてボール。2エンド1です。さあ4投目、あっとこれは明らかにボールと分かる球です。ボールカウント2エンド2。鋭い当たり、取った、取っています。これで3アウトチェンジ。6回を終了、ファイターズ1点を追加、4対2、点差を広げました。
7回の表マリーンズの攻撃、そしてこの回の先頭グレート右のバッターボックスです。どこから狙うか。初球スライダーできました。ボールカウントワンストライク。ズレータ今日のゲームは1回出塁しています。変化球空振りを取ります。このスライダーで追い込みました。サインはどう出されたのか。空振りの3球三振。一気に勝負してきました。バッター大松左のバッターボックスに入ります。この前の当たりは芯で捉えたんですがファーストゴロに終わっています。素晴らしい打球だったんですけどね。最初は外のボール、ここは外してきました。この試合の解説は達川光雄さん、そして西崎幸弘さんでお届けしています。これはストライク。1球2球と外へ行きました。今日は1回と3分の1を投げて許したヒットが1本、無失点できました。このストレートは外れています。ワンツー、ワンアウトになっています。さあバッティングカウントどう攻める。インコース打って左へ持ってきます。レフト落ちた落ちた、ワンバウンド。さあ塁に出ます。マリーンズ今日放ったヒットの数が7となっています。そして次のバッターを迎えます。オーティズ、この回ヒットを打たれています。まずは初球、まず高めのボール、ワンストライク。8番バッターオーティズ、どう攻めるのか。やっと鋭い打球だ。困りました。ファーストランナーは二塁ストップです。オーティズセンターへヒットを打ちました。さあそして9番に回ってきます。今江、この場面でのバッティングはどうでしょうか。今日3回目のバッターボックスです。どこから行く。アウトコース打って取って二塁へ、二塁はフォースアウト。これで3アウト、ゲッツーに切り抜けました。7回の表が終了。マリーン最後はダブルプレーに終わりました。マリーン、この試合2回目のピッチャー交代です。オギー、2点をリードされての登板となります。ファイターズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。爽やかな笑顔とは裏腹に肝の据わったマウンド度胸で相手打者をねじ伏せるミスターゼロ、オギノ忠広。さあ1投目、最初のボール外れました。ここは1球外します。田中健介、今日はまだ塁に出ていません。次の第2球、あっと低め、ワンストライクワンボール。ここまでのファイターズヒットが9本4得点という内容です。ストレート打ってショートです。取った一塁へ、ファースト取ってこれはアウトです。打順が移ります。稲葉左のボックスです。最初の1球、痛烈な打球、初球狙った、打球はファーストへ。稲葉ファーストゴロに倒れました。打順が変わります。スレッジ今日のバッティング2打数ノーヒット。1投目初球わずかに外れてボール、際どく外れた。これが4回目の打席、第2球。変化しました。打球はセンターへ上がった。前進前進。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁です。一塁ストップ。そして打順が変わります。高橋、7回裏ツーアウトです。ヒットでランナーを出しています。最初の球は初球ストライク。ワンストライクノーボール。今日はここまで3打数2安打。2球目はどう攻める。ストレート打ちました。打球はセカンドへ、抑えた。ファーストへ送ります。一塁これはアウトです。これで3アウトチェンジ。7回を終了、ファイターズ2得点に終わっています。8回の表マリーンズの攻撃、この回はトップから始まっていきます。西岡左のバッターボックスに入ります。まずは初球見送りました。バッテリー外してきます。西岡、このゲームは塁に出られていません。さあ2球目、これは落ちるボール、ファウルです。ここまでのマリーンズヒットが8本2得点という内容です。
ファイターズがリードしています。インコース決めてきた。これは手を出させません。さあ4球目、空振り。ボール球を振って空振り三振です。バッター早川、早川ここまで出塁は1回という内容です。最初の1球、最初から低めに来ました。1球外しました。この回はワンアウトになっています。2球目、落ちるボール打ちました。これはピッチャー正面。さあヒット、マルチ安打となります。センターへのヒットになりました。まあ変化球が甘くなってましたからね。そうですよね、甘くなれば打たれても当たり前でしょう。さあランナースタート、振っていった、これはセーフ、盗塁成功。もうどんどん走ってきますね。さあスチールの決まった今の場面、リプレイでご覧いただきましょう。この場面でスチールが決まりました。2球目はどうでしょう。これはインコースいっぱいに決まった。2ストライク。一気に来るか、これは痛烈な当たり、抜けた、抜けました。さあセカンドランナー三塁向けた。さあヒットになった。さあセカンド中継する、タイムリーツーベースヒット、4対3。ここで間を取ります。このピンチどう動いてくるんでしょうか。まあ中継ぎがしっかりするとゲームが締まるんですけどもね。はい、このピンチどう脱出するんでしょうか。ただいまのホームインの場面もう一度ご覧いただきましょう。これで1点差に詰め寄りました。ファンの期待にどうしても応えたいサブロー、その注目のバッターボックスです。サブロー、このゲームは3回出塁しています。初球はどうか、あっと打ちました、左へ、アウト2つということになります。サブロー、サードフライに終わりました。ピンチとなりましたが、さあスタミナの面ではどうなんでしょうか。まあ疲れもあるみたいですけどもね。はい、そして次のバッターとなります里崎、ワンヒット同点の場面というバッターボックスです。最初は高め、カウントワンストライクノーボールです。バッター里崎、次のボールは抑えた、一塁へ、一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。ゲームは8回の表を終了。マリーンズ1点を返しています。4対3、1点差に迫りました。マリーンズこの場面で4番手のピッチャーとなります。川崎、1点差という場面、ここでマウンドに上がります。さあどんなピッチングを見せるのか。チェンジアップをマスターし大ブレーク、その安定感抜群な投球はもはや勝利の方程式には欠かせない川崎雄介。最初の球は初球から際どいコース、カウントノーワン。8回の裏、ファイターズの攻撃、第2球はどういく、変化球、バッテリー1球2球と外してきました。点差変わらず1点差、ファイターズがリードしています。さあ3投目、さあこれはいい当たり、素直なバッティングはセンターに逃げます。ピッチャーの代わり花を捉えた。ファイターズヒットの数を11としています。さあホームランの欲しい場面、ファイターズファーストに代走を送ります。飯山塁についています。さあそして7番に回ります、中田、右の打席です。一つ前の打席、セカンドゴロに終わっています。これはすっぽ抜けました。バッター中田、次の2投目、低めの球、ストライク、カウント1エンド1。この回ヒットを打たれています。さあ3球目はどうか、低めを打ってフライです。ワンバウンドヒット、さあファーストランナーが2塁を回ります。ヒットになります。ノーアウトランナー3塁1塁、追加点のチャンスとなりました。さあダメ押し点が欲しいこの場面、ファイターファーストランナーを変えてきました。今回練習通りにね、走ればいいんですから。そして打順は8番工藤、そのバッターボックスです。この状況でこのバッターですよ、今日当たってますからね。はい、今日のバッティングならこの打席も期待が持てます。まず変化球を見せてきました。ボールカウントノーワン、
今日のバッティング3打数の2安打打点は1の内容です。次の2球目、これはボールになります。ボールカウントノーツー。まだアウトカウントはありません。さあ3球目は決めてきます。カウント1エンド2。いきなりランナー2人を出しています。さあバッター有利か。空振りになります。ツーストライクツーボール。さあ何を見せるか。高めのボール球、手を出した。左への打球、これはショートが取って、これでワンアウト。工藤ショートフライに終わりました。ここは試合の流れを決める大事な場面。金子、その注目のバッターボックスです。このチャンスで繋いで、あっと当てるのが精一杯。ちょっと上がった、取って、さあサードランナータッチアップ、帰ってくるか。ショートが中継、サードランナーがホームベースを踏みました。5対3、1点を追加します。点差は1つ増えて2点差になっています。さあただいまの得点シーンご覧いただきましょう。ここで1点追加、犠牲フライで三塁ランナーが帰ってきました。そして次のバッターを迎えます。森本、8回裏の攻撃、2アウト。最初のボールはまずは見送りました。ワンストライクです。今日5度目のバッターボックスに入っています。2投目、これはバットが回りました。さあバッター追い込まれています。さあ勝負か、どうする。ボール、カウント2エンド1。さあ次の4球目は、あっとスイングアウト、三振、クリアアウトチェン、結局空振り、三振に終わりました。さあバットが空を切った場面、もう一度ご覧いただきましょう。8回を終了、ファイターズ1点を追加、5対3リードを広げています。ファイターここで3番手ピッチャーを出します。マイク、この2点差の場面でのマウンドになります。さあストッパーと打線の対決、注目しましょう。バットに当てることさえ困難な異次元のカーブ、敵に反撃の機会すら与えない絶対的守護神マイケル。9回まで来ました、どこに入れてくるんでしょうか。まず外から入りました、ワンストライクノーボール。7回の3打席目、空振りの三振に終わっています。これは見送りました、ワンエンドワンです。今日4度目のバッターボックス。さあ次の3球目、スライダーを持ってきました。低めを丁寧に攻めています。さあ第4球、変化球を打っていった左へ、この打球はファウルになります。カウントは変わりません。2エンド1。変化球打って、これはスタンドに入ってファウルボール。カウントはそのまま2エンド1。変化球右方向、取った。一塁、これは余裕があります、アウトです。そしてバッターは7番大松、左のボックスです。このゲームはここまで3打数1安打、最初の1球、その初球は変化球でした。カウント1ストライクノーボールです。大松、今日のゲームは1回出塁しています。2球目はどうか。外2球続きました、2ストライク、追い込んでいます。一気に来るか、インコース際どい、今のは振ると思いましたけどね。はい、バッター見ていました。次が4球目、これはスライダー、2ストライク2ボール。さあ5球目、打った、ピッチャーの正面、抜けた、センターに抜けます。ランナーが出る、センターへのヒットが出ました。打たれたのスライダー、ちょっと甘かったんじゃないですかね。そのスライダーをヒットにされました。さあ一発で同点のこのチャンス、マリーン、ファーストに代走を送ります。大塚、出番が来ましたね。依然ワンアウトです。初球は高めに来ました。ボールカウントワンストライク。
さあ今日のバッティングなんですが、3打数の1安打。2球目です。鋭い打球、これはダブルプレイコースになる。2塁フォースアウト、そして1塁転送。これで3アウト、ゲームセット。このゲーム5対3ファイターズの勝利となりました。投手リレーで逃げ切りました。さあ壇上には今日のヒーローが上がっています。まず当のヒーロー、その投球成績なんですが、先発の登板5回、被安打と2責点2、勝ちがつきました。次に打撃成績なんですが、4打数1安打、打点1、活躍を見せました。さあこの2人の活躍が勝利に結びつきました。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。日本ハム対ロッテ、ご覧いただきました。この放送の解説は勝川光雄さん、そして石崎幸弘さんでした。楽しい解説をありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。そしてリポートの2人もお疲れ様でした。どうもありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。